Yo, what's up, you guys? It is Baxter back, and we got Death Note episode 15. And I want this as much as you guys do, so let's just hop right into it right now. Sorry, guys. I always do this. I don't know where the end is for the intro. All right. Oh, that's crazy. And Light still just doesn't give a shit. That's crazy. Wager. で、いつ殺す？そいつの居場所に連れて行ってもらえればすぐに殺せる。早い方がいい。明日にも。しかし、今すぐ決断するのは安易だ。今晩、殺し方と合わせてよく考えてから返事する。わかった。いいか。いかなる場合でも僕が指示するまでは殺すな。いかなる場合でも。ああ。それは約束してやるよ。エルに関しては。ミサ、携帯の番号を教えてくれ。今頃遅いよ。ライトの番号。いや、僕の番号は教えられない。なんでよ、恋人同士でそんなのない。 This chick's nuts。 警察にマークされてると言っただろう。今の警察は特定した電話の会話を聞くことができるんだ。Nice. 多分大丈夫だろう。やった！毎日ラブコールするね。メールも。Oh my god. いや、電源は切っておく。電話するときは最低限必要なことをこっちからのみだ。あ、そんな。いつ電話してくれる？多分明日。エルを処刑するしないに関わらず、一度連絡を入れよ。明日！なんか内容が恋人っぽくないけど、その後恋を語れば。じゃあミサ、今日はもう帰るの。ああ、何？まだ7時じゃない。恋人の時間はこれからだよ。Oh my god. The main event. Whoa!She's just, wow, her head's in the clouds right now. しかし、いきなりキスとは驚いた。ミサには僕に心底惚れさせておく必要がある。おお。そんなことよりも、エルを明日殺すかどうかだ。エルとして公になっていない今、リュウガが死ねば、僕がキラだという疑いが濃厚になることは覚悟しなければならない。なるほど。俺は友達とか言い出すから殺すのに躊躇しだしたのかと思ったぜ。友達？話を合わせただけだ。最初から友情を求めてくるなら受け入れてやろうと言っていたはずだ。龍河は矢が見られても上辺の友達。エルはキラの敵だ。おおしたが、エル、少なくとも龍崎龍が殺されました。
スナック菓子食べかす。け。八神さん。近日中私が死んだら息子さんが飢餓です。またけ。今何と言った龍崎。そうですよ。何を言い出すんです。渡りを自由に使えるようにしておきますから。うおお。出します。龍崎。ほとんどお互いは晴れたと言っておいて、一体本心ではどこまで息子を。私にも私の本心がわかりません。こんなこと今までなかった。キラと第二のキラがつながったとすれば私は大ピンチです。ですから自分も冷静に分析できなくなっているのかもしれません。他に疑える者がいないから固執しているだけかもしれない。それでも今私が殺されたら息子さんがキラだったと。ホーリーシェイ。Oh my god, they're saying the same thing. そんなことないよ。ちょっと容量がいいだけさ。どうしたの？神くん、こんにちは。高田さん、ちょっと彼と二人で話がしたいんで、また後で。え、はい。I thought it was gonna be the chick just showing up。ですか、彼女。そんなことより、人前に顔を出すのは怖いと言っていたのに、大丈夫か。八神くんがキラでなければ大丈夫と気づきました。外で私がいるだと知っているのは八神くんだけですから。なのでもし私が近日殺されたら、八神ライトがキラだと本部の皆さんに言っておきました。こいつ。八神くんも私の休学を寂しいと言ってくれ。 He just tells him。 少しは気分転換に来ることに。死ななきゃ大学は楽しいところです。ああ、リュウガがいないと話のレベルが合うやつがいなくてつまらないよ。それで最初の高田さんですか。ま、そんなところだ。本当に今日、こいつを殺して大丈夫なのか。いや、こいつ殺そうと思ったところにのこのこ出てきて、僕の決心を鈍らせている。いや、おそらく、釘を刺しておくために。これじゃあこいつの思うツボじゃないか。学食でケーキ食べませんか。I wish my lectures were canceled. Oh my god. Holy shit.Gosh.Oh my gosh. No way! It was him!
Oh yeah. Oh my gosh. Oh.Holy shit. 自分で殺せてよかった。God! はい、もしもし。何がもしもしだ。ああ、この携帯、さっきの騒ぎの時誰かが落としたみたいです。あいつ、あの時。もしもし。ああ、それはミサの携帯だから。僕が返しておくよ。あ、そうですか、わかりました。Holy shit! Holy shit.Oh my God! 何か喋ったか？いえ、まだ一言も。彼女の映像をこっちにも俺。いいんですか？いいから、早く。Whoa!Holy shit.She's not going to say anything. Watari, 十分に注意しながら多少理不尽なやり方でも構いません。
吐かせてください。はい。それと八神さん、ライト君をキラとしての重要参考人で呼ぶことになると思うので覚悟しておいてください。 Holy shit。 What's her Shinigami gonna do?No! What?私が逃がしてやると言っても拒絶した。自分に特別な力が備わっていると思われて、お前に迷惑がかかると思ったからだろう。そして精神的に限界が来たと見ると、私に殺してくれと頼み始めた。全部お前に愛されたいがためだ。いくら頼まれてもそんなミサを殺せない。見ていられなかった。この苦しみから救い出す方法が一つ。デスノートの所有権を放棄。そうだ。デスノートの所有権を放棄すれば、デスノートに関する記憶が一切消える。自分のノートによる殺人も、八神ライトがキラであるという記憶もなくなり、秘密がミサから漏れることはなくなる。そしてミサにはもう、私もリュウ君も見えなくなる。ミサ、お前は死神のことは一切忘れることになる。大丈夫だ。ミサの好きな人間は八神ライト。死神。感情だけは残る。だからミサ、ノートの所有権を放棄して。すべて八神ライトに託せ。今もうミサはデスノートの所有者じゃない。よくやってくれたレム。僕もその方法しかないと思っていたところだ。デスノートの記憶が飛べばミサを釈放させることも不可能じゃない。八神ライト、今のお前にとってはこれが一番望ましい方法だと分かっていて、私はミサに提案した。ミサを助け出さなければお前を殺す。
僕に考えがある。さよならだ、リュウ君。What? Oh my gosh. Oh my God. Holy shit. Oh, so she gave up her Death Note. She doesn't have it anymore. And now he has to rescue her, or she's gonna get murked by Rem. Wow. Man, build up for the next episode. Oh my gosh. Well, I cannot wait until the next one, guys. Holy, that was such a nice lead up. Well, if you liked it, hit like. If you didn't, hit dislike, subscribe, and I will see you later. Peace.